艦船補給省通信電子整備班の梅澤技官です。艦艇に搭載されている機材が全力発揮できるように機材の修理であったり物品の調達というのを主に実施しています。高校が工業高校でものづくりとかも好きなところがありまして、そこで今まであんまり触れたことのない艦艇であるとか航空機の双方が整備できるということで興味がありまして、海上自衛隊に入所しようと思いました。地方での勤務になりますと、実際に艦艇に乗っているオペレーターの方たちと触れ合う機会がありまして、そこでは一人一人国防に対してどのように向き合っているかっていうのが改めて分かります。海上自衛隊では技官がメインで艦艇の整備であるとか機材の換装であるとかのプロジェクトを回すことがあるので、非常に自身の成長につながります。他部隊への移動や陸海空の機関交流などをしまして、自分の力、さらに知見を深めていきたいと思っています。自分の興味のある仕事というのは自分が働く上で一番のモチベーションにつながりますし、海上自衛隊では試験などで実際に艦艇に乗ることもできますので、興味があればぜひ自衛隊によろしくお願いします。